そろそろ防護服あっていいんじゃないか。あ、まだ先があるぞ。おっと、ワンワンおった。はっ、開けようとしてる。防護服どこ。これ防護服になるの？ほほほ、おっと、ありったけ持ってこう。サムからエドへ防護服があったぞ。わかった。司令部ビルだな。通信終了。オッケー。まあ開けれんべ。それともこっちから開けることもできないと。よし。こっちは進めない。じゃあ脱出じゃ。これフィルター無制限とかそういうのないのかな。まだ敵はいる。作業台があった。日記もあった。ボスの通知オール、オール。あ、暗いな。で、作業台があったから、あ、高高度フラッシュライト。本編にもあったな、そういえば。あとは、フィルターを念のために作っておくか。一瞬で物資がなくなる。オープン。誰かいるか？誰もおらんべ。今カルマ変動した。あ、ちょっと、よし。ジップラインがどうのこうの言ってたね。は？どっから喋ってる？え？あ、なんかあった。こっちの存在にはバレてんのね。ちょっとどっから撃ってきたかわかんないけど上行こう。よし。あ、いた。倒しとくか。すげえ丸見え。なんか発砲音が遅れて聞こえるな。OK？ 非効率的だけど、この一発ずつ込める感じも好き。あ、当たってね。おい。まあ、ぼちぼちいるね。逃げてもいいけど、倒しちゃおう。今回無駄に弾はあるんだよね。まだいる。そうだ、結局ジップラインで下ってもね、あいつら相手にしないといけないのかもしんないし。ああ、タイミングが悪い。はい、
全員やった？あいつらまだあの開かないドアに苦戦してる？あ、こっちにジップラインか。ゴー。倒さなくてもよかったな。さてと、右側の陸地に来たんだ。キャプテンを見つける。燃料棒があるのは、じゃああの角マークがある建物だね。地雷？これ多分地雷か別のトラップ。ん？あ、あった。誰かが吹っ飛ぶ前に見つけてよかった。このボロボロの建物にトラップが設置されてあるなら、あっぶね。おっ、セーフ。起爆する前に解除した。なんかアイテムあるんじゃないの？なんもないわけないよね。意味もなく地雷が2つも。あらら、雲じゃ。作業台と日記。セリーの書き置き。クソったれのコウモリが待ち構えてる。これまたあれか、コウモリが来るのか、ひょっとして。フラグでしょこれは。地雷はなし。夜が明けてきた。あ、ああ、何、やっぱりコウモリだ。出たよ。あ、違う、腕時計見るんじゃない。あ、またこの限られた空間で戦いか。おい待て、このコウモリを避けるところがないぞ。親玉が出てきたらすぐに撃とう。どこ？いた。はえ、コウモリは走って逃げよう。今セミ音だから適当に撃ちまくることもちょっと厳しいし。あ、木が動いてるぞ。来た。早すぎる。大容量マガジンなのにセミを取って、ちょっと頭悪かったな、このカスタム。あー、あかん。転んでんならいいのかな。どこれガスマスクしろってこと？わ、汚染レベルが上がってるよ。ここか？え、右か？来た。硬いなこいつ。あ、コウモリの大群やってくる。逃げて。よし、また来る。やめて。
早く親玉出てこい。いやコウモリはもっと可愛げのある生き物じゃないのか。危ない危ない。どこだ。真正面で待ち構えて撃ちまくろう。うわ危ねえ。ん？こっちか？いた。なかなか倒れん。こっちか？おっと。あー一緒に飛んじゃう。あ、元の場所に戻った。あ、倒したっていうか、ガスマスクした意味はなかったな。別に汚染が強いエリアってだけか。でも今防護服してるから大丈夫なはず。ザ汚染エリアだ。左か右か。右行ってみよう。ん？アイテム。右はどこに通じてる？あ、どこにも通じてない。なんもない。あ、雨やんだ。もともと汚染が強い地域で、なおかつ今雨が降ってたから汚染レベルが上がっていたとかか。あれ、ここを森がいるよ。ノサリス？この妙に広い感じ。ノーマルミュータントが出てきそう。あれ？汚染されてんのか？されてんだ。先に進んでみるか。これ結構な汚染レベルだぞ。ノボシビルスクレベルだぞ。これ上に上がれんのかな。上がれはしない。モンスターは放っておきたかったけど、向こうから来ちゃう。なんかあるかな。そんなゆっくり探索している時間もなさそうだけど。汚染が引いて、なんだ？目の前何か通り過ぎた。何？誰か行ったぞ今。ロケーション発見した。
今叫び声がした方か。これ左の方にボートとかはないっすかな。死に帰りな。あ、ちっちゃい。あ、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。反応がある。地雷かな。これいつも地雷があるって分かってもね、ほんと見つけにくいんだ。え？え？わかんねえ。どれじゃ。このピッ、あ、え？これで誰も吹っ飛ばずに済む。見えやんこんなの。なんかアイテム？しょぼいな。フィルター交換。この辺トラップ設置難易度も高いぞ。もう点火しちゃったならもう突っ走って回避しよう。これもじゃあ多分この辺の草むらに、あ？え、わからん。これでゼロ。え、なんもなく、なんもないが。進もっと。この辺もうボートに乗れないな。え？なにこの穴。入ってみよう。あ、入れない。入れない。入れないか。ボートに乗れないんじゃもう前のエリアの探索し直しはできないのかな。トラップ反応。まずセーブ。寄りたいのはこっち。あ、あった。これは分かりやすい。叫び声がしたのはこっちの方だったか。あ？隠れ家だ。誰もいないけど。まあまあまあ、金庫。アイテムはそんぐらいか。そのおじゃんテープがこんなところに。
あるが。前のエリアに戻れそうにないのがちょっと残念。さ、フィルターを追加で作っておくか。あと武器の修理と、アサルトストックか。アサルトができんのかな。あ、マガジン。これも修理しといて。あ、そうだ。セミオートが嫌になったから、オートマチックでよし。で、AR の弾がちょっと減ったから作って、あー、フィルターがもう作れん。ガスマスクしてセーブもして、こっちの方にトラップ、トラップがあるところには何かあると信じたい。どれだ、これか。地雷か。使い道はありそうだな。なんかありそうなバス。なんもない。なんもないか。お、これは死んでんのか。荒れ地だなこの辺も、本当に。で、もう最終目的地っぽいところに来てしまったな。あららら。いいや、進もう。もう。しゃあない。サムからエドへ。位置についた。エド、了解だ。通信終了。